ちは、ドクトリナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談でもやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、5歳のトイプードルの子で、お外でしか排泄しません、中でさせたいんですが、できるようになりますかということで、お答えしていきたいと思いますね。ざっくりね、言ってしまうと、もちろんね、できるようになるかもしれないし、できないかもしれないっていうのはもちろんあると思いますね。まず、最初に大事なことっていうのは、そのワンちゃんがまず家の中で絶対してくれないのかどうかっていうところですね。外でしか排泄をしませんっていうことなんですけども、お家の中で絶対してくれない子もいれば、お留守番中にちょこちょこしてくれるっていう子も中にはいたりしますね。で、絶対にしてくれないよっていう子たちの場合は、ある程度難しいんじゃないかなと思うんですけど、家の中でね、ちょっとでもしてくれる子はね、ある程度教えることはできなくはないんじゃないかなって思ってます。ただ全くできない子の場合、まずどうしていったらいいのかなっていうことをお話ししていきますね。一つ、まずは家の中でもワンちゃんが外のカウントになる場所、まあ抵抗なくトイレをしてくれる場所があるかなっていうことを探してみましょう。例えばね、お家の中だとしないんだけど、玄関とかなんか石畳のところではおしっこしてくれるとかっていう子がいます。お風呂場でしてるとかいう子もいるかな。それはね、素材で判断してる子もいるし、あとはあんまり行かない場所だから外ってカウントする子もいるし、ね、何でカウントされてるかはその子の中でも違うんだけども、お家の中のもしかしたら場所を変えたらしてくれるっていう可能性も十分にありますので、まずはね、そういったところから見ていただけたらいいんじゃないかなって思います。で、次ですね、お外でしてくれるということは、まずお外でじゃあペットシーツを教えてみるっていうのもありだと思いますね。お外でペットシーツを教えてどういうことかっていうと、ペットシーツを持って行ってお散歩中にワンちゃんに、そこでおしっこできるかどうか試してみると。で、外でペットシーツを教えていって、それを室内に引っ張ってくるっていう逆パターンですね。大体ね、皆さんね、お家の中でね、おしっこできるから外でもって言って、外にペットシーツ出て持っていく方もいらっしゃると思うんですけど、その逆パターンもね、できるかもしれないので、お外でペットシーツで教えてみるっていうのも一つの方法としてはありだと思います。で、その他にも、家の中に外に近い場所を作るとやってくれるっていう子もいます。例えばベランダの方でプランターじゃないですけど、コンクリートとかをね、よくこう溶かしたりする、ちょっとこういう桶みたいなやつね、ああいうのに土を入れて、で、そこでだったらおしっこしてくれるとかっていう子もいたりするので、外に近い環境が用意できるんだったら、そういったものをしてみるっていうのも、もしかしたら可能性的にはあるかもしれません。で、おしっこさせるまで、部屋の中にいて我慢させるっていうのはいいのっていうことなんですけども、もちろんそれでしてくれる子だったらいいし、本当に我慢しちゃって、膀胱炎とかね、なっちゃうぐらいまで我慢しちゃうっていう子だと、なかなか我慢させるのも不安だっていう方もいらっしゃると思いますので、できればね、やっぱり一番いいのは、子犬の時期からね、お家の中でトイレを教える。で、トイレができた時にはきちんとね、おやつで褒めてあげる。で、お外でさせるのが楽だからって言っても、完全に外に偏らせないで、時々中でさせるように必ずしたまま育てる。これが一番間違いないとは思うんですけど、もしね、もう外だけになっちゃったっていう子たちの場合は、試しに教えていくことはできるんだけども、そこはなかなかね、絶対って言い切るのは難しい部分なので、皆さんもね、ちょっとずつね、うちの子外でしてくれるかなっていうところを試してみるのはいいんじゃないかなと思いますので、その子その子によって性格もこだわりも違います。トライアンドエラーでいろんなこと試してみましょう。もしかしたらできるようになるかもしれません。いろんなこと、試してみてはいかがでしょうか。